北の丸公園は東京都千代田区の皇居に隣接する国民公園及び同公園の所在地である千代田区の町名である旧麹島地区の区域内である郵便番号は102-0091名前の通り江戸城の北の丸であった場所で現在は環境省の管理する国民公園の一つである多くの文化施設を公園内に持ち 旧江土城の遺構も多い。ビルが立ち並ぶ、都心部にあって、緑が豊かな場所であり、皇居外苑や日比谷公園などと並んで都会の、オアシス的な公園である。園内には、道路があるため、自動車での乗り入れもでき、有料駐車場も備えている。散策や、森林浴、ジョギングやウォーキングを楽しむ人々も多く見られる。公園西側の堀にある石垣のわずかな隙間に、 国の天然記念物に指定されている光苔が自生している。江戸城追記の際に全国から運び込まれた石垣用の岩に付着したまま持ち込まれたと考えられているが、本来高知の洞窟などでしか見ることができない貴重な苔であり、都心部で発見されることは極めて稀である。もともと大田道館らが江戸城を築城した際に、 関東の守護神でもあった築土神社の旧地であり、後、徳川家康が入府した際に、関東大官であった内藤清成らの屋敷となったため、大官庁と呼ばれた場所である。その後、徳川忠長や徳川綱重らの屋敷を経て、明暦の大会後は日よけ地になっていったが、八大将軍である徳川吉宗が就任してからは、徳川氏の御三郷であった。 田安徳川家が1731年に、清水徳川家が1759年に神屋敷を構えるようになった。敷地内には、三倉地や食だめ御用地、ババなどもあった。維新後、明治政府によって、この石段の平営地が設置された。戦後、1946年に、東京特別都市計画によって、公共周辺の緑地として整備されることが決定され、 旧このエレン体等の多くの建物が撤去された。1957年には、皇居外苑、日比谷公園と合わせて、東京都市計画公園第5.823号中央公園、として都市計画決定。1963年に建設省が森林公園として整備を開始し、1969年、昭和天皇の還暦を記念して、開園。 一般公開される。その後、厚生省が管理し、現在は環境省が管理する国民公園となっている。なお、建造物の設置には閣議の了解が必要である。2014年12月2日、路上が大手町にある気象庁庁舎内から東公園内に移設された。大館長と呼ばれたが、1967年に住居表示が実施され、 千代田区北の丸公園が正式の町名になった。大館長の名は首都高速道路の出入口名に残る。千代田区の町としての北の丸公園には同名の公園なほか、西側に位置し、ボート乗り場のある千鳥ヶ淵公園も含まれる。住居表示の外区は1番から6番まで設定され、うち4番は警視庁第1機動隊、5番は区内庁大館長宿舎。 6番は、皇宮警察宿舎である。千代田区の住民基本台帳の数字によると、北の丸公園の世帯数は302、人口は589人である。ありがとうございます。